はじめまして、こんばんは、あさぴっぴーです。今回はこのエンドレスモード31ウェーブからの途中参加で遊んでいきます。まあ、これ音声は後取りだけど、先にデモリッショニストとフィールドメディックがいたのでサバイバリストで参加しました。HRG アークジェネレーターでご利用するのが方針です。まあ、2人がお金をくれたんで、ヘッケラーコッホとあとメディックピストルもね変えて装備は万端の状態でスタートです。このショッピング三昧っていうマップはエンドレスだとやっぱり混戦になりがち。キャンプは持たないし、マラソンも結構狭いところ通るんで、まあ、だから HRG アークジェネレーターみたいな全体にね、敵全体に広く攻撃できる武器を使っていく方針です。で、一応この右側が自分の持ち場ですが、脇がね、左の方がやっぱり激しいんで、余裕がある分はこっちに火力を割きたい。このマップは確かにエンドレスやるならメディックは必須かもしれん。ちょうどここで走り出しましたね。あそこにいるのがもうだいぶきつくなってきたんで、こっからはマラソンです。って言ってももうあと20体ぐらいなんで、言うほど走らないと思いますが、ここ2人と走るコースを間違えちゃって一瞬死にかけました。途中参加あるあるなのか、そのマラソンのコースを把握できてないから孤立しやすい。まあ、要は流れをね、もう大体流れが決まってきてるんだけど、それを把握できてないと。連携がね、初めのうちは悪い手がかかります。だからこそ参加したては周りを見るのが結構大切。見えたぞ。まあ、フレッシュバウンドを一応デモが対処してくれてるので、基本的には雑魚処理が担当になってますね、僕は。まあ、一応 EMP 付与ができるんで、スクレイクとかには積極的に特に攻撃をしていくべきとは思いますが、今度はね、こっち側に来て、まあ、めっちゃ揺れる。道も間違えず、うまく連携取れてます。HRG アークジェネレーターはあのマトリアークの武器みたいに敵に電撃を当てると、それが結構全体に当たるんですよ。だから殲滅力が強い。右上のキルティッカー見てると結構わかるかもしれないんですけど、全然遠くの見えてないところの敵がゴリゴリ殺せてたりするんで、こういうもうカオスな
状況になるって分かってたら結構やりやすいですね。 HRC アクジェネレーターは。ただ状況によってはその全体に攻撃が当たっちゃうんで無駄に大型を発狂させるとかいうことがあり得るのでその辺はやっぱり注意しないといけないですね。状況によっては HRG アークジェネレーターを使ってると迷惑がかかる場合もあります。警戒しろ。さて33ウェーブです。スクレイクウェーブですね。エンドレスの面白いところはそして難しいところはスペシャルウェーブが結構いろいろあるんですよ。でウェーブが進むごとにつれてそれの発生確率が上がっていく。まあ、このスクレイクモードは比較的簡単ですね。スクレイクしか出ないので逆に落ち着いて処理すれば大抵死ぬことはないです。あと囲まれなければね、それだけ注意してれば。で基本的にスクレイクウェーブの時は大型処理パークに任せてっていう流れになることが多いんですけど、今回このデモリッショニストが RPG 持ちじゃないんで、もし RPG 持ちだったらスクレイクは RPG 一発で一応頭抜けるんで大体デモに任せっきりになるとは思うんですけど、このデモリッショニストをシーカー6かな多分使ってるのが。まあなので同じぐらい自分も働かないといけないですね。あ、ちなみにここで HRG アークジェネレーターじゃなくてヘッケラー古法を使ってるのはもちろん余計な発狂を招かないためです。それにスクレイクは銃弾に弱いしね。ここはちょっと気づいたら結構周りにいてめっちゃ焦ったし、デモも結構今死にかけてたし、メディックの打つヘモゴブリンがスクレイクの動きを遅くしてるの結構ね地味に嬉しい。まあ、もうあと10体ぐらいしかいないんでもうご利用するやろうということでここで急に HRG アクジェネーターをぶっ放してます。っていうのもデモリッショニストがなんかシーカー6使い切っちゃったっぽい感じがしてたので、まあ、火力でご利用すかということで。お前に接続するぞ鬼。では34ウェーブ目です。ネジが外れたようだ。
ぐらいになってくると結構早速走り出しそうな雰囲気があるので、できるだけ逃げやすいようにこの右側を開けておく必要がありますね。結局やばいと思った時に走り出せる状況になってないと要は死ぬんで、退路を確保しておくっていうのは一番重要です。サバイバリストはアーマーが削られきるまではヘルスを消費しないんで、それはスキルだったかな、パークボーナスだったかちょっと忘れたけど、最初のうちはだから結構安心なんだよね。本当にそういう意味では生存能力は高い方、火力は基本的にあんま出ないけどね。弾薬はある。だいぶカオスですが、メディックが優秀なこともあって、まだ結構ね余裕があります。さて第35ウェーブ目のボスはマトリアーク。人数が3人だからそうでもないけど、これぐらいのウェーブになってくるとね、もうアーマーが硬いんだよね、敵の。ちなみにスワットとかサバイバリストみたいにアーマーが削られきるまでヘルスが減らないのはメディックからするとちょっと悲しいんだね。っていうのも大体メディックって強制ヘルスを使って仲間回復させることで自分回復させるんで、今仲間がヘルス減ってくんないと自分が回復できないみたいな。今のはちょっとミスったシーンですね。顔を出すのがちょっと早かったです。ウェーブが進むごとに弾薬不足が深刻になってくるんですよね。エンドレスは特にもうアークジェネレーターがほぼ、アークジェネレーター結構ゴリゴリ弾薬使ってたんで、それはそうなんですけど、今は仕方なくヘッケラ候補使ってますね。まあアーマーが剥がせればそこからは結構ゴリゴリ敵の体力も減らせるので、もうあとちょっとですね。無事35ウェブもクリアです。
はここからサポートが、参加しました。新しく。ただここで早速サポートがちょっとはぐれちゃってるんですよね。まあこれも途中参加あるあるです。もうみんなこの2階のここに行くって分かってるんだけど、途中参加者はそりゃそんなことは知らないわけで、まあだから一応本当はトレーダータイム終わりに近くで待ってはいたとは言っても、なかなかね。こういう時に一番悲しい気持ちになってるのは多分メディックですね。やっぱりメディックはみんなのことを助けたいし、それが不可能な位置に いるのは結構悲しいですね。今一瞬スコアボードでサポートが瀕死になっているのが見えました。しゃあないこれは。落とされてめっちゃ焦りました。急いで戻ってます。上にメディックの支援がないとやってらんないんですけど、これ実は本当メディック後ろから追ってきてたんですよね。全然気づかなくて、ここ戻ってきたらデモリショニストしかいなくて、あれみたいな。デモ下にいるわ、デモじゃねえ、フィールドメディック下にいるわっつって急いで合流しに行ってます。メディックがいないと思う。ここはカオスすぎてどうにもならないんで、ここで今度はデモの方がやられちゃったんですよね。正直この時はちょっと自信なかったです。弾薬もそんなに残ってなかったし、サバイバリストはスキルの選択によって手榴弾をメディックとかモロトフか選べるんですけど、攻撃に使うとしてもメディック手榴弾の方がいいとは一般的には言われてます。っていうのもファイアバグが使うモルトフ火炎手榴弾と違って燃やす能力がすごい弱いんですよね。だからそれだったらメディック手榴弾を敵に投げて毒でやった方が全然倒せるらしいです。もう大型が多くてね、ここガードしようとしたんですけど普通に失敗しました。結構ここはもう今の回り方はどうやっても囲まれちゃう回り方なんで、本当はあんまり良くない回り方だったんですけどって思ってこっちに行ってます。でもこっちはこっちで本当はここをあんまり降りるべきじゃないんですよ。こう引っかかりやすい、挟まれた時に抜け出しにくいんで、それなら2階から1階に飛び降りた方が
安全性で言えば。サバイバリストの生存のしやすさとしては倒した Z が一定の確率で爆発するスキルですね。あれ爆発してくれて、要は大型がスタンすることがまあまああるんですよ。そうすると時間稼ぎになるし、まあなかなか状況が悪かったですが、サポートがはぐれちゃったり、まあ僕も2階から落ちてしまったりと、それでも優秀なメディックのおかげで36ウェブ目はクリアできました。今回はサポートも一緒のところにいるので、さてもう早速マラソンですね。じゃあここでサポートが僕が参加した時と全く同じそっち側に行っちゃったんですよ。すごいこの向こう側行きたくなるんですよ。なんかそっちの方が一応道広いし、ただ敵の湧き方を考えるとやっぱり向こうに行く方が囲まれやすいんで、こっちも敵がいないわけじゃないんですけど、ここちょっと結構焦ったシーンですね。大型に囲まれるのは怖いです。ああ、一人やられてしまった。傷は治った。ビーフケーキはサイレンがでかくなった時がね結構しんどいんですよ。本当にでっかいサイレンに叫ばれるのはゴリゴリ体力削られるんで、だからそういうところでもアークジェネレーターは結構役に立ちますね。 EMP でサイレンを黙らせられるっていうのは重要なアドバンテージです。だからサバイバルモードでは結構サバイバリストってまあ嫌われがちなんですけど、エンドレスみたいなモードではねだいぶ需要のあるパークだと思います。ここは焦りましたね。メディックに死なれちゃうと結構しんどいので今のは危なかったです。
叩いて黙っていろ。弾薬がある。ではどうにか37ウェーブも終え、38ウェーブ目です。本当にこんぐらいになるとしょっちゅうスペシャルウェーブが来て、まあ小さな脅威とかは嫌だけどそこまではしんどくない。やっぱりしんどいのはドカーンだね。ブーム、敵を倒すと爆発するやつがあって、それはだいぶ多分この状況でそのウェーブが来ると秒で全滅すると思いますね。まあみんなの動き方と敵の湧き方次第では。小さな脅威は敵の体力に比例して敵の大きさが小さくなるというまあ、イベントなんで、まあ、怖いのは気づかないうちに足元にちっちゃくハスクがいて自爆するとかね。ちっちゃいとは言っても攻撃力が変わらないんで、マラソンしてて逃げたいのに何かに引っかかってて進めないと思ったらちっちゃい誰かがいたみたいな、ありがちです。今回は4人揃ってマラソンできてます。いいですね。ある意味ここメディックは多分回復ダーツ系の武器だけだと全然働けないと思います。今このメディック回復放射器をメインで使ってるんですけど、多分逆にそれ以外の武器だと回復しきれない気がしますね。本当に相当ダメージ食らいながらメディックの回復頼って戦ってみたいな、ゴリゴリの戦い方なんで、難易度ハードだからできるっていうのもありますよね。こういう戦い方難易度が高くなるとその分敵の威力も高くなるので、その分回復も間に合わない可能性が高くなると。ファイアバグがなんか変なとこ引っかかってるんだね。絶対めっちゃ怖かったと思う。さて39ウェーブ、第39ウェーブ、やがて来る邪悪な者たちに立ち向かえ。ところでこの静けさは何だ。さて早速またマラソンが始まりました。
まあ今結構積極的に前線維持で前出てたの、前出てましたけど、その間に今分かるように後ろからすごい来てたじゃないですか。結局マラソンするっていう時に立ち止まるのって実はあんまり良くないんですよね。というか全然良くない。ここはやらかしました。スクレイクで引っかかって、結局あそこは引っかかりやすいんですよね。残り65体サポート1人ではなかなかしんどい。大型が多すぎるからね。多すぎるといってもスクレイクだけならいいんだけどさ、フレッシュパンドはもうすぐ発狂するから。私はやるべきことをやるだけだ。サイレンだ。いいぞ。ある意味こういう時にもしもメディックが手榴弾ライフルを使ってるような人だとそれを回収して自己回復できるっていうのはありますね。まあ死ぬのを前提に武器を決めるのは変な話ですけれど、残念ながら今回は39ウェーブで全滅。でもショッピングスプリー、ショッピング三昧でここまで持ったのは結構いい方だと思いますね。サバイバルだったらそれなりにやりやすいマップではあるんですけど、あまりエンドレス向きのマップではないので。まあみんないい戦いっぷりをしていました。対戦ありがとうございました。